シュリニバスクルカルニシュリニバスクルカルニは、インド生まれでアメリカ合衆国で研究している天文学者である。現在カルフォルニア工科大学の天文学と惑星科学の教授をしており、同大学の工学天文台長でもある。パロマー天文台やケック天文台等などの運営にも当たっている。ADS によれば、2015年末までに約480の論文を発表しており、 そのうち六十三は、ネイチャーのレター、七は、サイエンスのレターという業績を挙げた。マハラシュトラ州南部のクルンドワード町で生まれ、初等教育から高等教育までを、カルナータカ州北部の町ふっぱり市で受け、インド工科大学デリー校で九百七十八年に、修士号、カリフォルニア大学バークレー校で九百八十三年に、博士号を終え、百八十七年から、 カリフォルニア工科大学の教授をしている。世界4カ国のアカデミーのメンバーで、2001年に英国の王立協会のフェローに、2003年に米国科学アカデミーの会員に、2012年にインド科学アカデミーの名誉会員、および2016年にオランダ王立芸術科学アカデミーの外国会員に選ばれている。1992年に、 米国国立科学財団からアラン・ティウォーターマン賞1991年に米国天文学会からヘレン・ビー・ワーナープライズ・フォー・アストロノミー2002年にジャンスキー賞2017年にダン・デイビッド賞等多数の賞を受賞したカルフォルニア工科大学のサイトによると2015年末までに64人の若い科学者を指導した2009年からは インフォーシス科学財団によるインフォーシスサイエンス賞の物理部門の審査委員長を務めている。ADS によれば、生還物質、パルサー、ナンガンマリピーター、ガンマ線バースト、褐色外星と可視光で激変する天体の六分野で研究をし、そのうち5つで新研究分野の開拓の端緒となる、発見をして、天文学の研究に貢献してきた。 彼の研究活動は電波天文学から始まった。カール・ハイルスに指示し、生還物質を使った銀河系の研究をして博士号を得た。ハイルスとの連盟のレビューは、この分野の古典的著作として評価されている。1982年には、ドナルド・バッカーラと共に、世界最初のミリ秒パルサ PSRB1937 プラス21を発見した。 1986年、カリフォルニア工科大学でミリカンフェローだった時にパルサーの晩星である白色矮星を可視光で発見することに成功した。また、1987年にはスーパーコンピュータを使って世界最初の球状星団のミリ秒パルサーの発見に貢献した。他にもパルサーの分野では多くの論文を書いている。1993年には なおのデールフレールと宇宙科学研究所の村上俊夫らと協力して南ガンマ1000リピーター SGR1806 から20が超新星残骸の中にある中性小星であることを証明した。この発見は後に南ガンマ1000リピーターの正体が極めて磁力の強い中性小星であるマグネターであるという理解をもたらした。1997年には なおカルフォルニア工科大学のグループを率いて、工学望遠鏡での文光分析によって、ガンマ線バーストが銀河系の外にあることを証明した。その他にもガンマ線バーストについては、ヤンファンパラダイスの率いるヨーロッパのチームと共に、多くの研究論文を出し、この分野の研究に貢献した。1994年には、中島おさむらと共に、赤色矮星グリーゼ229を周回する。 褐色矮星フリーゼ229バイトを発見した。温度、質量、高度、メタンの存在などから、史上初めて疑う余地のない褐色矮星だった。2009年以降、クルカルニの引いたパロマー、トランジエントファクトリーを使って、極超新星や高気度赤色新星等が発見され、それまで知られていた古典的な新星、熱核融合型超新星、 内閣崩壊型超新星以外の新しいグループの天体爆発の存在を示し、この分野の研究の活性化に貢献した。ありがとうございます。